7時から再開。ダメだ、ヒントが何もまるで見当たらん。出直すか、出直すかな。ここまで来て、ここまで来ると出直すかな。あの陳大臣に会いたいんですが。お名前は？葉月と言います。陳大臣か申しは。陳大臣に電話してみるか。こうなるともう12番に行ったけど進展なし。こうなるともう陳大臣にすがりつくしかないね。なんなら陳大臣に聞いてマッドエンゼルスの居場所を聞いた方が話が早いのではないかと。あ、走ってる人だ。この人はあっちの町にもいるよな。ドブ板にもいるよな。この港でほぼ唯一、いや2人目と言っていい知り合い、賃貸人。いやー、たくさんメモも残ってますね。あった、これメモっといた方がいいな。これもメモっとこう。メモメモ046861615647と。原崎にかけるつもりで賃貸人にかけたらちょっと面白いな。これからあのこのメモがね、メモ書きの上にね、ちょうど原崎の電話番号とこれが横並びで書いちゃって、原崎とは書いてないから誤って、原崎にかけるつもりで賃貸人にかけそう。86611564756475647。よしよし、賃貸人、天なる竜、母なる地、我が友。もしもし、父なる天、九つの竜、母なる地、我が友。よし、我が友。第8倉庫だ。賃貸人をお願いします。失礼ですが、そちらは葉月と言います。と言います。お待ちください。葉月か。ああ、聞きたいことがある。賃貸人と会わせてくれ。ダメだ、親父は今はいない。ならお前でもいい、話があるんだ。来たければ勝手に来い。おお、行けた。もう本当もう最後の手段だな。最後の一番使いたくない最後の手段を使ってみた。もしもしテレフォンですね。もしもしってさ、誰が初め言い出したんだろうな。もしもしって電話ではもしもしだけど、もしもしって言うけど、そのもしもしってどっから来たんだろうな。いつ誰がもしもしって言い出したんだろうな。もしやあなたはあのもしだよな、多分そのもしってな。あ、君。はい。すいません、陳大臣に会いたいんですが。お名前は？葉月と言います。一点冷静。それなら伺っています。お名前は？どうぞお通りください。まあ会ったことを事細かに話す必要はあるよな。行こうと思ったらマッドエンジンスの弟子だって先が現れてた。現れてた。そしてあの。ボコボコにされてしまったと。そういったあの傷の舐め合いをさせてくれ。暗いともうさっぱりどこを行きよるかわからんな。ここじゃなかった、あった、よかった。8番。ボコボコにされちゃって悔しいんです。稽古をつけてください。というかボディーガードじゃなかったっけ、そんなこと言ってなかったっけ。すまないな、忙しいところ。一体何の用だ。バイトをしたい。お前を読んでほしいんだ。何これ。中国の武術書か。
鎧同士は体さばきを持って章を発する技なり、一歩進みた後二歩後退し獅子に力を込める。突き出した章打の衝撃は内部にまで達し、その勢いたるや猛攻も押して倒す。別流派の技だから詳しくは分からんが、今聞いたことを心に留めて練習すれば身につけることができるかもしれん。そうか、俺は仕事が残っている。ありがとう、邪魔したな。そのためだけに呼び出したっていうか、そのためだけのこれはイベントなの。あのさ、違う。違う。難しそうな技だな。手技、鎧同士を習得しました。はい。しかも、話は。お名前は、葉月と言います。陳大臣から申し訳。まさかもう一回電話してっちゅうことないよな。もう帰ろ。帰ろ、こんな。こんな会話もう終わりだ。終わりだ。こんな時間もう人いないでしょう。帰っちゃってるでしょ、8時とかだもん。お依頼さんも帰っちゃってるよ。きっと。いるかもしれんけどな。受け付けてはくれないわな。こんな時間にどこのことあれら現れるより、こう、現れるような高校生にて誰が仕事を紹介してくれようか。入れない。閉まってるな。残念でもないし、当然。日坂さんも帰ってる。警棒持って歩いてる。すいません。ただ、ブラブラ歩いてる。巡回中なんで、他の。こいつ仕事できないだろう。こいつ仕事できないだろう。こいつも違うな。聞きたいことがあるんです。悪いですけど、別の。12番な。恨みがましく12番のあたりをしてるけど、もっと早い時間とか日を改めたらなんかここで怒ったりすんのかな。ダメだダメだダメだ、帰ろうかな。今日はここはもう来ない。帰ろう。おとなしく尻尾巻いて逃げ帰ろう。うん、すっごい走ったな。すっごい走った。このパート34か、パート34から引き続きものすごく走ってるけど、ただただ走ってるけど、なんか進展のない、まあ、これがシェンムーだな。ソシャゲとかスマホゲームじゃこんなことあったら多少ユーザーは怒るよな。すいません。ただひたすら歩かされるみたいな。30分レベルも上がらずとかあったと、アイテムもドロップせずみたいな。警備員ですか、それともどちらでも話を聞いたな。事務所、ここには警備会社。わかりました。私はもう聞いたな。ここで練習できたりしなかったっけ。できないね。ちょっと鎧同士の体さばきだけ見たくない。帰ろ。網浜町か、ドブ板についたら、横の駐車場みたいなとこで、鎧同士だけ見て帰ろう。何時かな、今日が何曜日かは分からんが、30分ごとに来るか、0と30に来るか。常に0と30。あともう10分ぐらいしたら来るな。これじゃ向こうに行けない。そういうこと、この時間潰してる間にな、技が。今日はとことんダメだな。ダメな回ですね。まあ、これがシェンムーだ。これがシェンムーだ。余すことなく、丸ごと丸っとシェンムーですね。
ぽいバス。次に来る。来た。よし。乗ろう。きついな。向こうの家、向こうの町からさ、わざわざこっちまで来て、イベントがあるかないかを確認するだけでも一日仕事だから。一日仕事って言うのおかしいけども。一日イベントだよな。ワンパートになっちまうな。それだけで。うおー、怖い。身が震える。こんな実況であっていいのかと。身が震える。もう10時だし。稲さんが心配している。優雅に降りたな。鎧同士とかやってたら家帰るの遅くならない？だからちょっと見合っていく。ここで練習できそうだな。一回だけ少し体動かすか。今10時5分、10時1分前、5分前、3分前。違うな、あれ？技。こんなとこか。いや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 。鎧同士、鎧同士、あった、あった、あったよな。前、後ろ、後ろ、合掌客。お、ちょっと、もう一回、もう一回。ほら。時間か？さては。全てが。全てが中途半端。トムも帰ってるし。こっちの町に帰ってるし。最近の俺のようなダメっぷりだな、この回は。花咲もいねえ。花咲に会いたかった。いる？いるな。はずきくん。お？花咲。勝手に話しかけてきた。どうしたの？ちょっと花咲に会いたくて。何かあったんでしょう？いや。喧嘩？いや。いや、そうじゃない。お願い、危ないことはやめて。大丈夫だ。どうした花咲？私、はずきくんにもしものことがあったら。どうした花咲？心配するな。きっとよ。約束して。ああ、じゃあまたな。じゃあまたな。めっちゃ心配してくれてんのに。はずきくん、連絡して。できるだけ協力するから。わかった。レジのあの機械でかいな。あんだけ心配してくれてんのに。え、あ、いや、え、いや、そうでもないですみたいな感じの。え、みたいなことばっかり言ってたな。あんなに心配してくれる女の子いないよ、なかなか。まあそれは、それはまあね、葉月亮というのはそれなりにモテる人物なのかもしれん、実は。でもモテそうにも見えんな。中村とか田島の反応を見てると別に別段普通なのかなって気がするんだけど、原崎だけはこんなに心配してくれる。ええ子や。急いで帰ろう。もうこんな時間か。今日は早く帰らないと。今日はって何？今日なんかあんの？今日なんかあんの？これってさ、一日なんだよな。あのジミーを捕まえた、ジミーを捕まえたその日に、その足で網浜町に行き、働ける場所がないかどうか探してんだよな。すごい行動力だな。くしゃみ、くしゃみはどうすればいいんでしょう。実況の最中にくしゃみしたくなったら。ああ、そうか。ここのあのマイクのところをオフにすればいいんだ。マイクのボタンをオフにすればいいんだ。でもその間なんか音がないの変じゃない？いや、変じゃないわ。別にオフにすればいい。でもね、ちょっと待ってよ。あのね、このボタンね、押すとね、ガシャガシャって言うんだよ、このマイク。安物だから。
落ちてるよ。大丈夫かな。ああね、マイクのボタン押すとあんな風になることになるからね。あら、おかえりなさい。心配しましたよ。ちょっとマイクの調子が怪しい。それでどうなりました？おお、これがないとダメだったのか。そう簡単には香港に行けそうにない。そうですか。これがでもダメだったのか。すんません、お役に立てなくて。いや、むしろ福さんのお金すら無駄にしてしまうと、こいつに自分に腹が立ちます。あ、そうか、一応はすごい。いいよ福さん。いや、気持ちだけで十分だっていうことだ。りょうさん、それが助けられなかったってこと。どういうあれだ。もう寝ちゃっていいの？もう寝ちゃっていいんですかね。ガチャ。とりあえず福さんに話しかけてみよう。福さん、なんすか？俺、港のバイトを探すことにする。うん。バイト？バイト？港の仕事は結構金がいいらしい。じゃあ、俺も一緒に。うん、ダメだ。なんで？でも、俺も何か涼さんのお役に。なんでダメなの？留守を頼む。わかりました。港のバイトだけど。当てはあるんですか？ない。いや、福さん、何か知ってるか？俺もわからんです。そうか。とりあえず行くしかないな。俺も調べてみますよ。頼む。もしかしてあれか？あの、その日のうちに港に行かなくてよかった的なあれかな？勇み足すぎたか、かもしれん。じゃあ帰ってね。じゃあもう、ベッドに入って寝ます。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 寝ていいんですよね。寝れるわ。よし、じゃあ今日はここまでにしましょうか。いやー、どうなんだろうな。動画として非常にこの上げるのが申し訳ない感じの動画が2本ぐらい立て続けになっちゃうな。しゃあなしだな。ほな、次でこそねバイトを始められると思います。 1,2,3,3 つぐらいかかっちゃった。過去3つぐらい60分、1時間ぐらい時間かけてバイト見つけられずみたいな感じになってるけど、まあ、これもまだシェンムーということで、シェンムーって言っときゃいいみたいな感じになってるけど、まあ、ほな、また次の動画で。